レボン・グリゴリア・アロニアンはアルメニアのチェスプレイヤーである。アロニアンは2000年にファイドからグランドマスターの称号を授与された。2014年3月のファイドレーティングリストでは世界2位となるエロレーティング2830を達成し、歴史上で4番目に高いエロレーティングを獲得したプレイヤーとなった。アロニアンは2005年及び2017年のファイドワールドカップに優勝した。 また、彼は2006年、2008年及び2012年でのチェスオリンピアードで、また2011年の世界団体選手権でアルメニア代表チームを優勝に導いた。また、アロニアンは2008年から2010年のファイドグランプリで優勝し、2012年の世界チェス選手権への挑戦者決定戦に出場する資格を得た。アロニアンは、 2006年2007年のチェス960の世界チャンピオン、ラピッドチェスの2009年の世界チャンピオン、ブリッツの2010年の世界チャンピオンである。アロニアンは2000年代初頭からずっとチェスにおいてアルメニアの第一人者である。アルメニアでの彼の人気は高く、彼はアルメニアでセレブリティ、あるいは英雄とも呼ばれている。彼は2005年に アルメニア最優秀スポーツマンに選ばれ、2009年にアルメニア共和国名誉スポーツマスターの称号を授与された。また、2012年に聖メスロプマシトツ勲章を授与された。2016年、CNN はアロニアンをチスのデイビッド・ベッカムと呼んだ。2019年11月の時点でアロニアンはアルメニアで1位のプレイヤー、世界で7位のプレイヤーで、 ファイドレーティングは2772である。アロニアンは1982年10月6日にアルメニアのエレバンでアルメニアの鉱山技師であるセダーバガンとロシア系ユダヤ人物理学者であるグリゴリー・レオンティエビッチ・アロの夫の間に生まれた。アロニアンは彼の経歴についてインタビューで芸術や音楽など文化的にはよりユダヤ系によっているところもあるが 自分自身のことをユダヤ人であるよりもずっとアルメニア人であると思っていると答えたことがある。彼は9歳の時に姉であるリリトからチェスを教わった。彼の最初のコーチはグランドマスターのメリクセトハチアンであった。彼の才能は早くもセゲドで1994年の世界青年チェス選手権で優勝した時に現れた。この大会でアロニアンは その後チェスカイのスター選手となるエティエンヌ・バクロウ、ルスランポノ・マリョフ、フランシスコ・バ・リエホ、ポンス、アレクサンドル・グリシクよりも高いポイントを取った。2011年以来、アロニアンのトレーナーはアショット・ナダニアンであり、アロニアンは絶対に他の人では務まらないと呼んでいる。アロニアンはアルメニア国立物理文化研究所の学位を持っている。2001年、アロニアンは カペルラグランドのオープン大会で9点中7点を獲得した。これは同率優勝したアイナル・ガーゼルとウラジミール・チャチャロブよりも0.5ポイント低いポイントであった。数ヶ月後、彼はローザンヌでのヤングマスターズトーナメントで優勝した。2002年にはアルメニアのチェス選手権で優勝した。同じ年にアロニアンは13ポイント中10ポイントを獲得し、 スーリア・ガングリー、アルチョム・ティモフェイエフルーク・マクシェーン、占い少子、ペンディア・ラ・ハリクリシュナラを抑えて世界ジュニアチャンピオンとなった。アロニアンは2004年にファイド世界チェス選手権に初参加した。第1ラウンドでは同じく選手権デビューを果たした13歳のマグヌス・カールセンと対戦して勝利した。彼は第ラウンドまで進み、そこで カーベルスミルノフに敗れた。アロニアンは2005年に国際的なトッププレイヤーの一員となり、エロレーティングで世界第10位に順位付けられた。2005年にはジブラルタルのジャイブテリコムマスターズでザハール・エフィメンコ、キリル・ゲオルギエフ、アレクセイ・シロフ、エミール・ストフスキーとの5人で1位を分け合った。彼はまたカラバフの2005年のインターナショナル A、トーナメントにも優勝した。 ロシアチーム選手権では、彼は5勝3ドロー、負けなしの成績を収め、パフォーマンスレーティングは2850となった。12月には、ウクライナのルスランポノマリョフに、決勝戦で勝利し、ハンティマンシースクでのワールドカップで優勝した。2006年3月には、リナレスのチェスのトーナメントを、テーマー・ラジャボフと当時の世界チェスチャンピオンベセリン、トッパルフを0.5ポイント上回り、 優勝した。2006年11月、彼は、他力年チェス大会で1位体の成績を収めた。2006年4から7月のファイドレーティングリストでは、世界で3番目に高いレーティングのプレイヤーに順位付けられた。アルメニアは、第37回、チェスオリンピアードで、初のチェスオリンピアードを獲得しました。2007年のリナレスで、 マグナス・カールセンと戦うアロニアン2007年1月、アロニアンは、ベイク・アーンズへのカテゴリー19のコーラスチェストーナメントで、ベセリント・パロフとラジャボフと共に1位となった。3人全員が13ポイント中8.5ポイントを獲得した。2007年5月、彼は、ラピッドチェスマッチで、世界チャンピオンのウラジミール・クラムーニクを4位で破った。 2005年にワールドカップに優勝したことで、2007年5月から6月に予定されている世界チェス選手権挑戦者決定戦に参加する資格を得た。このトーナメントでは彼は GM マグヌスカールセンと戦い、最初の6試合で3-3、次にラビットチェスで2-2、最後にアロニアンがブリッツチェスで2-0で勝利した。決勝ではシロフを3-2で下しました。 これにより、メキシコで行われたチャンピオンシップの最終ステージに参加することができた。そこで、14ポイント中6ポイントを獲得し、8プレイヤー中7番目で大会を終えた。2008年1月には、マグヌス・カールセンと共に13ポイント中8ポイントを獲得し、コーラスチェストーナメントで優勝した。2008年3月、フランスのニースで開催された。 メロディアンバー目隠し、快速トーナメントで優勝した。トーナメント全体での彼の優勝とは別に、彼はトーナメントのラピッドセクションでも1位となり、グランドマスターであるクラムニク、モロゼビッチ及びトパロフと目隠しセクションで共に1位となった。2008年6月、アロニアンはエレバンでのカレーン・アスリアン記念ラピッドチェストーナメントで優勝した。 そっちでの第2回ファイドグランプリでは決勝でアレクサンドルグリシュクを破り8、13ポイントパフォーマンスレーティング2816で終えた。アロニアンはドレスデンで行われた第38回チェソオリンピアードでアルメニアチームで優勝し2回連続で金メダルを獲得した。2009年4月にはベーテルレコと同じアルメニア人であるウラディミル。 アコピアンを1ポイント上回り、13ポイント中8.5ポイントで、第4回ファイドグランプリに優勝した。2009年8月2日、アロニアンは、世界ラビットチェス選手権で優勝した。2009年9月のビル・バオチェスマスターズファイナルに、優勝した後、彼のファイドレーティングは、世界チャンピオンのビスワナ・サン・アナンドにわずか4ポイント差に、迫った。2009年11月、 タリ記念大会に出場し、4位で終えた。2009年12月、アロニアンは、アルメニア共和国のスポーツ名誉マスターの称号を授与された。アロニアンは、2008から2010年のファイドグランプリで優勝し、2012年世界ジェス選手権挑戦者、決定戦に出場した。2010年8月、最終的に優勝することになる、ガタカムスキーに敗れ、彼は、 快速チェスのチャンピオンのタイトルを失った。2010年9月、上海でビルバオのグランドスラムの予選で、ウラジーミル・クラムニク、アレクセイ・シロフ、王・アキラと戦った。しかし、クロムニックに敗れた後、決勝トーナメントのへの参加資格は得られなかった。2010年11月には、カテゴリー21のたり記念大会で1位体となった。また、 モスクワでの2010年世界ブリッツ選手権で優勝した。2011年1月、彼はベイクアーン勢で開催された第73回たったスチールチェストーナメントでマグヌス・カールセンもに3位体となった。2011年3月、彼は最終回のメロディアンバー目隠し、快速トーナメントで3度目の優勝を果たした。2011年11月、 モスクワの他力年大会で10人のプレイヤーと、総当たりでプレーし、5、9ポイントを得てカールセンと1位を分け合った。2012年1月、ベイクアーン勢で、タタスチールチェストーナメントに参加した。この大会には、とりわけ世界第1位のマグナス・カールセン、ディフェンディングチャンピオンのヒカル・ナカムラ、元世界チャンピオンのベセリント・パロフなども参加した。アロニアンは、 パフォーマンスレーティング2891を獲得し、カールセン、ラジャボフ、ファビアーノ・カルアナを抑えて優勝した。ビルバオチェスマスターズファイナルが2012年10月に開催され、アロニアンは3位になった。2012年12月、アロニアンはロンドンチェスクラシックに出場し、1勝5ドロー、2敗の成績で6位となった。その月の後半、彼は北京で 目隠し大会であるスポートコードワールドマインドゲームズに参加し優勝した。1月のタタスチールチェストオーナメントではアロニアンは5勝1敗7匹でカール戦に次いで2位となり2位で大会を終えた。アロニアンは2013年世界チャンピオン挑戦者決定戦で4位になった。2013年のアルヒン記念トーナメントではアロニアンが3勝1敗。 5ドローで優勝したアロニアンは2014年の中立飛ヒチェスチャレンジに参加しファビアーノ・カルアナと並んで2位となった。彼は2014年の挑戦者決定戦でプレイし最下位から2番目の成績であった。アロニアンはオランダのベイクアーム勢のタタスチールチェストーナメントに参加し1勝3敗9ドローで5、13ポイントを獲得した。 2015年2月、彼はドイツのバーデン・バーデンで行われたグレンケ・チェス・クラシックでプレーし、3、7ポイントを獲得した。その月の後半、チューリヒ・チェス・チャレンジ2015でプレーし、4、5ポイントでブリッツ・トーナメントに優勝した。彼はクラシック・トーナメントで4、10ポイントを獲得し、ラピット・トーナメントで3、5ポイントを獲得した。 彼はトーナメントで総合4位を獲得した。アロニアンは3つのスーパートーナメントのシリーズであるグランドチェスツアーに参加した。この大会では3つのトーナメントを通して通算ポイントを稼ぐことがプレイヤーに求められる。ノルウェーチェスでは9点中3点を獲得した。2015年9月1日、米国ミズーリ州セントルイスで開催された第3回。 シンクフィールドカップに参加し、ファビアーの彼アナ、ヒカル・ナカムラ、ウェスリー・ソーに勝ち、プラス3のスコアで優勝した。この結果、彼は、世界のトップ10に、再び加わることとなった。彼は、アゼルバイジャンの幕府で行われた、ノックアウト式のチェストーナメント、チェスワールドカップ2015に参加しました。このトーナメントは、マグヌス・カール戦への挑戦者を決める年の、 世界チャンピオン挑戦者決定戦の最後の残りの予選の一つであり。彼は第2ラウンドでグランドマスターのアレクサンドル・アレシェンコに敗北した。しかし、アルメニアの奥万長者であるサンベル・カラペティアンによって選ばれた後、彼は挑戦者決定戦でプレーする資格を得ました。2015年10月、彼はドイツのベルリンで開催された世界ラピット。 ブリッツ選手権に参加した。ラピット選手権では全体で43位になり、815、15ポイントを獲得した。ブリッツでは全体で11位になり、13、21ポイントを獲得した。アロニアンはヨーロッパチェスクラブ選手権でチームシベリアのボシビルスクとして参加した。ウラディミルクラムニク、アレクサンドル・グリシク、リチョウ、オー、アントン・コロボフ。 ドミートリー・コカレフ、ドミートリー・ボチャロフを含むチームシベリアが優勝した。アロニアンはイベントでプレーした5ゲームすべてで引き分けた。2015年12月、アロニアンはグランドチェスツアーの最終パート、ロンドンチェスクラシックでプレーしました。このトーナメントでは彼は9ポイント中5ポイントを獲得し、ベセリン・トパロフに対して1勝しました。全体として、 最大39ポイントのうち22ポイントのグランドツアーポイントを獲得し、ツアーランキングの上位3位にランクインし、次のグランドチェスツアーへ招待されることとなった。2017年4月、アロニアンはドイツのバーデン・バーデンで開催されたグレンケクラシックトーナメントに参加した。この7ラウンドのトーナメントでは、マグヌス・カールセンとファビア・アノカルアナよりも1ポイント、 高い5ポイントで優勝した。2017年6月16日、アロニアンは、第5回ノルウェーチェストーナメントで、マグヌスカールセン、ウラジミール・クラムニク、セルゲイカ・カリャーキンを破り、優勝した。2017年8月、アロニアンは5、9のスコアで、第5回シンクフィールドカップ20人のプレイヤーのうち4位体となった。2017年8月18日、アロニアンは、 セントルイスラビットブリッツで24、36のスコアで優勝した。2017年9月、アロニアンはワールドカップで優勝し、2018年の世界チャンピオン挑戦者決定戦への出場資格を得た。2017年11月、アロニアンはヨーロッパチームチェス選手権での個人パフォーマンスで金メダルを獲得した。同じ月に彼は、 パルマデマヨルカでのファイドグランプリでドミトリーヤコベンコと1位体となった。2017年12月、アロニアンはサウジアラビアのリアドで行われた世界ブリッツチェス選手権で5位になり、マクシム・バシェラ・グラーブとディフェンディングチャンピオンのセルゲイ・カリアーキンに勝利し、14、21のポイントを獲得した。2018年挑戦者決定戦でのアロニ、アン対、 クラムニク2018年1月、アロニアンは、第16回ジブラルタルチェスフェスティバルで、タイブレークで2.5から1.5のスコアでバシェ、ラグラーブに勝利し、優勝した。全体のポイントは7、10であった。2018年3月31日から4月9日まで、アロニアンは、第5回グレンケチェスクラシックに参加し、5、9のスコアで5位になった。 5月28日から6月7日まで彼は第6回ノルウェーチェスに出場し4、8ポイントで6位になった。8月には第6回シンクフィールドカップに出場しました。彼は5、9で最初にカールセンとカルアナとタイ,イングし3人がタイトルを共有することを決定した後共同でトーナメントで優勝しました。2019年8月、アロニアンは セントルイスラピットブリッツトーナメントで2回目の優勝を飾った。ラピッドセクションで13ポイント、ブリッツセクションで9ポイントを獲得し、全体では22、36となった。彼はハンティマンシースクで開催されたチェスワールドカップ2019の準々決勝まで到達した。11月10日、彼はブカレストで開催されたスパーベットラピット ブリッツトーナメントで優勝しました。アロニアン、2008年のオリンピアードチームメイトと共に。2009年のアルメニアの切ったアロニアンは、1996年、2004年、2006年、2008年、2010年、及び2012年のチェスオリンピックでアルメニア代表としてプレーした。2004年にはチームブロンズメダルを2006年、2008年、2012年には、 チームゴールドメダルを獲得した。2010年のチェスオリンピアードでは彼は一番ボードでの個人的なパフォーマンスで銀メダルを獲得した。2012年のチェスオリンピアードでアロニアンは一番ボードで金メダルを獲得した。また彼は2011年の世界チームチェス選手権で金メダルを獲得したアルメニアチームのメンバーであり個人としては一番ボードで 銀メダルを獲得した。アロニアンは2013年の世界チームチェス選手権で再びアルメニア代表となり1番ボードで金メダルを獲得した。アロニアンは2010年11月のファイド世界ランキングでレーティング2800の壁を超えた。彼はガルリカスパロフ、ウラジミール・クラムニク、ビスワナ・サン・アーナンド、ベセリント・パロフ、マグヌス・カールセンに続き、 レーティング2800を超えた、史上6番目のプレイヤーである。2009年マインツにて2003年、アロニアンは、マインツで開かれた、ファネチェス960に優勝した。これにより、翌年のマインツでのチェス960、ワールドチャンピオンのピョートルスビドレルに挑戦することになったが、アロニアンは4-3で負けた。彼は2005年に再びファネチェス960。 オープントーナメントで優勝し、2006年にスビトレルとの再戦を行い、今回は5から3で勝利し、チス960世界チャンピオンになった。2007年、彼はビスワナ・サン・アーナンドを破り、チス960世界チャンピオンのタイトルを保持することができた。しかし、2009年にヒカル・ナカムラにタイトルを奪われた。2019年、アロニアンはチェス960。 イベントザチャンピオンズショーダウン QLX に参加した。そこで6曲ラピッドゲームと14曲のブリッツゲームのシリーズで光中村と対戦した。早い段階で7としてリードを獲得したにもかかわらず1114に終わりシリーズに敗北した。ビスワナ・サンアナンドはアロニアンを非常に才能のある戦術家と呼び、彼は 終盤でもいつもちょっとしたタクティクスで解決する手を探すと述べた。2011年、ボリス・ゲル・ファンドはアロニアンをオープニングとミドルゲームの独創的なアイデアの両方に関して最高の創造的な水準に達している最も印象的なプレイヤーと表現しました。2010年の会議でアレクセイシロフは次のように述べている。アロニアンは 非常にアグレッシブなスタイルで最も成功したプレイヤーだ。彼は非常にシャープなポジションで見せる滅多にない直感力でここまでの成果を収めている。2012年にセルゲイ・カリアーキンはアロニアンの気風についてサッカーの比喩を持ち出し、アロニアンはリオネル・メッシに似たところがあるとした。アロニアンは白番では主に1、d 4を指す。 アナンドによると、アロニアンは 1D4 でゲームを始めるが、これらのポジションを E4 プレイヤーのように扱う。アロニアンは、マーシャルアタックのエキスパートである。アロニアンは2012年、ガブリエル・サルギシアンと共に、エレバンにチェススクールを設立した。10歳から18歳までの最も才能のある、チェスプレイヤーが学んでいる。レボンの母親である、セダアロ・ヌバは、 2013年11月22日に自身の息子についての本を出版し、彼女の幼年期と業績に関する彼女の思い出を語っている。アロニアンはジャズファンである。彼の好きなミュージシャンはジョン・コルトレインであり、お気に入りのクラシックの作曲家にはバッハ、ブルックナー、マーラー、ショスタコービッチらがいる。レボンは2008年に オーストラリア人女性インターナショナルマスターのアリアンヌ・カオイルと交際を始めた。二人は2015年2月に婚約を発表し、2017年9月30日にエレバンで結婚した。彼らは最初にラスパルマスでの1996年ワールドユースチェス選手権で会い、2006年に友人付き合いを始めた。インターナショナルマスターのアレックス・ウォールが ベルリンで彼らを再び引き合わせたのである。2020年3月30日、アロニアンは妻が亡くなったことをツイッターアカウントで明らかにした。彼の妻は亡くなる2週間前に自動車事故で重傷を負っていた。ありがとうございます。